金運アップに合格祈願、さらに恋愛成就まで。御利益を求めて多くの人が訪れているのは小さな町の商店街、熊本サプライズ。今回は小国町の福運三社参りをご紹介します。豊かな自然に抱かれた阿蘇郡小国町。この町の商店街は今多くの観光客でにぎわっています。お目当てはここ宮原一番街で楽しむ福運三社参り。福運三社参りとは、商店街にある3つの開運スポットを歩いて回り、御利益を祈願する町巡りです。開運スポット1つ目は、小国号を開いたとされる2人の神様を祀っている小国領神社。2つ目は、樹齢1000年といわれる大欅の根元からこんこんと水が湧き出る欅水源の水神様。そして3つ目は、平安貴族の恋物語が残る鏡ヶ池の恵比寿様。神秘的な雰囲気が漂うこれら3箇所すべてにお参りすると福がもたらされるというものです。三社参りの御利益は受験や恋愛など様々ですが、特に宝くじなどの金運に効き目があると言われています。去年一昨年でしたか、大当たりが出たんです。何千万かが。それから口コミで広がって、あのお客さん週末多いですね、はい。実際福にあやかることができた人の多さもあり、今では県内外から年間1万人以上もの人が訪れています。商店街の活性化を目指し、平成15年に始まったこの福運三社参り、実は江戸時代から伝わるある故事がきっかけでした。富くじですね、これがあの江戸時代の末期まで、続きましてですね、商家とか、農家の人たちとか、そういった人たちがですね、運が向いてきたとか、そういうのが歴史があってですね、まあ、福運三社巡り、現在版を作ったような感じになっておりますですね。福運三社参りには独自の楽しみ方があります。3箇所すべてを巡ってスタンプを集め、指定されたお店に持っていくと、福銭と呼ばれる五円玉と交換してくれます。小国領神社で払い清められたというこの福銭、一体どのようなものなのでしょうか。その宝くじを、まあ、その当時江戸時代やってましたですね。でその時にですね、富くじの駅券とか、まあ、あのいわゆるお賽銭ですね、それを生活に困っている人に、無料で貸し出してるんですよ。現在私たちがやってるのは同じように、まあ、現代版の福銭をですねお貸ししますと。これを持ってて、いいことがあったな、このおかげじゃないかなと思ったら、まあ、将来お返しに来てください。でその返しに来られた福銭をですね、また次のお参りに来た人に貸し出しすると。ですからいいことを次の方にお会いするというのが福銭のですね、あれです。私にもちょっとぐらい何かいいことがあるかしらと思ってお願いしました。感動しました。こういうね、心があるというのは初めて、こういうあの参りをさせていただいて、宝くじが当たったりね。商店街では福運にちなんだオリジナルの焼酎やクッキーなどのお土産も販売されています。三社参りとともに商店街散策を楽しんでもらうのが狙いです。リピーター小国不安というのをですね、作っていってですね、今後ですね、まあ、観光の方にも結びついていけばいいなというふうに期待はしております。江戸時代の故事をきっかけに始まった小国町の福運三社参り。訪れた人とともに商店街にも福がもたらされているようです。